はい、本日は追加コンテンツ、ミプレイのパーティー対戦やってくぜ。まずは、スゴロク対戦。半端ないマイナスマスとお休みマスの数です。でをいきなり6。だけど6だと。あ、まさかの1回お休み。ってことは4でもプラス1だから、初手の最高は4か5だな。そしてここで3を出して2戻る私よなんでやねん。3歩進んで2歩下がる地獄かな？じゃあ私、こう。いや本当に出すんかい？言ってみるもんだね。たまたまか。じゃあ私は4からのプラス1で。あ、まさかの最初から5だけどもちろんオッケー。てかこの辺地獄だな。4マス内に休みかける2にマイナス4か。じゃあ私も5のマスに、はい4からの5来たー。マジかまさかの3人も初回の最高マス出してくるとは。さあ1巡目ラスト主どうだ。6、1回休みだけどまあまあ、悪くはないでしょう。おい私だけ仲間外れ感。さあ霊夢、追いつけるかな。おいここでも1っておい。あ、ちなみに僕はお休みだったので2巡目スタートは霊夢さんからでしたよ。はいオッケー、着実にコマ進めた。さあ私、ここは6が最強かな。あ、5、一歩届かずからのニマス交代でございます。6だとここか、一気に抜けるわね。主と高橋は休みなので、永気。お、3ってことは、ニトリちゃん、マリサとまたも同じ位置。さあ3巡目お休み終了。お、4ってことは、あ、みんな大集合マスですね。戻るの影響で止まる可能性めちゃ高マス。さあ私。圧倒的ギリで1回お休みかよ。マジドンマイス。さあニトリ。1で休み、最悪。さあ私、1は出したくないな。2も出したくなかったに進んで2戻る意味ないやんけ。しゃまだわからんよ。私、3以上出せばトップ。はい来ました。1人抜けたな。ただまだこの辺どうなるかわからんよ。しゃ主6で一気に。うっぱ最悪また1回お休み。さあ僕、絶対に3以上。あ1だまた休み。本日男子、休み多し。って言ってすぐに休み私です。しゃ引き続き独走よ。お、5はどうだ？一回休みか、うん、悪くはないわ。さあ霊夢こっから逆襲。おお6間近一気に4人抜き去ったぞ。はい来てます。しかもおまけプラス1。ここは絶対に戻れないよ。まさかのその場面で1は、どんまいしかえん。やめてな、主は1やめてな。あ、はい6、3、9。しかもここだからさらに一歩か。ゴール前もマイナスマス。まだまだわからないわよこれ。さあ僕も6出したい。5か、まあまあ全然オッケーです。しゃ私も61点狙いよ。なんかすごい吹っ飛んだ。そして謎の動きからの。はい来たー、6だー。最初の方ダンスみたいに絶好調レイム。6プラス4で一気に10も進んで一気に1位にマジか。さあニトリ。まだ諦めない。4、まあまあまあ。プラス1、オッケー。って気づいたら私ビビ。からの絵マリサイコロまさかの場外で記録なし次の人に。聞いてねえわそんなんあるの聞いてねえわ。おし私、レイムに追いつけ追い越せよ。悪くない位置につけました。主もここは狙い6の1点。あ、はい1でマイナス4さよなら。さあ僕です、狙いは5。はい、マジか。まあでもよでもでも、みんな盛り上がっているところ悪いんだけどもさ、次私のターン。霊夢がここ、3以上出した瞬間ゲームセット。はい4最初の方圧倒的ビリからの大逆転じゃーい。これは負けましたお見事。ナイス逆転劇。それじゃあお次の競技です、トランポリン。主からか、中央のトランポリンで跳ねて、右の机の上の200目指して止まる感じね、オッケー。まあうん、50だけども、1人2回の、合計点数で競う感じだな、おそらく。しゃ、駅行きます。お、お、お。惜しい、ちょい200それたけど、1回目100なら全然良いでしょう。それじゃあ200第1号は足が。お、霊夢回転かけていくか、チャレンジャーだな。うん、チャレンジした結果よ。おし、今の霊夢の感じから私は学んだぞ、こんなもんだろ。あ、これやって。マリサ先輩、ナイスフラグ回収っす。うっさいわい。さあ、ニトリ、行きます。ぐ、最後の一回転、いらんかった。おしおし、一巡目はここまで誰も200でないからのラスト、僕。え、高橋？ミスりました。
ってまさかの2バウンドもありなのねこれ。まさかのラッキー100ポイント。2バウンドでも大丈夫なの分かったけども主は1バウンド200を決めたいんじゃ。いやそれは100点満点。はい来た完璧。マジか。これで主ちゃんの記録250。1回目ゼロの私と霊夢終了のお知らせです。私はここ、200で逆転。マジかー、少し届かーず。おしおし、警戒すべきは残り高橋だけか。はいもう勝ち目ない霊夢はっちゃけるわ。うん、地味に良かったけん。はい私も、もう200出したとてよ。うん、はーい。さあさあ、ニトリはまだ200出せば、同点優勝、サドンデス、わからないけど追いつける。まあ出せなかったけどね。さあこれで最後、高橋が200出せば一人勝ち、100以下だと主の優勝です。おし、記録を300に伸ばしますよ。さあ本当に出せるかな？どうだ ?200 乗ったか残念、さすがに100判定負けました。はい、優勝だぜー。それじゃあお次、本日最後です。一番奥のブロックを、机の上から落とした人が優勝。お、主からだな。なるほど、目の前の爆弾を向こうに送って。ドッカーンで落とすと。今の感じでちょうど50。さあ、メカニトリってあれ。てっきり毎ターンブロックリセット、最初の状態でやるのかと思いきや。はい、やっと前の人が飛ばした分は補充されることもなく、そのまま続きますけども。これは運営さん、どう考えても順番後の人、振りすぎません。それな、だって落とせるブロックの数がめっちゃ少なくなってるんだもの。これ、一人2級だけどまさか、最後まで補充なしです。ちなみに次が私1巡目ラスト。で、ここで大量補充来たー。たっぷりこれはラッキーかも。はい、大量からのめっちゃ吹っ飛んだ。いや、圧倒的すぎだろ。そしておそらく、さっきのタイミングで補充されたってことは、数ですね。机の上の残りブロック数が一定の数以下になると補充されるんでしょう。そうなるとますますターンの順番、補充のタイミング、不公平運要素が大きいステージだ。見てください僕、圧倒的ビリの状況でこのブロック残りですよ。これはもう、どうやって記録伸ばせばいいねん。はい、全然増えない。そしてここで追加。おい、もう1ターン前に追加してやれし。私にはラッキーだけども。全然ダメだ。さあ、私。はい、2回で駅1回に負けてます。最後私ね、なんか申し訳ないわ。この不公平感満載の中のラッキー。1位だったニトリ、余裕で抜かれた。ってことで最後のパーティーゲームはちょっと、不公平感が拭えないステージでした。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。